のぞむさん、はい、私の好きなことって何か知ってますか？はい、知ってますよ。何でしょう？はい、食べて寝ることです。それ違いますよね。いや、それも大好き。多分チクチクですよね。チクチク、そうそう、はい、私ね、ミシンかけるの大好きなんです、うん、でね、いつもはその布地から型紙を作ってっていうか、型紙を当てて生地を切ってで洋服を作るってことをするんですけども、うん、はい、この間それの応用編でね、もうすでにある洋服に手を入れるってことをしてみたんですよ、うん、っていうのはね、いただいた服がとっても大きかったんです、うん、サイズがね、うん、だけど袖の形とかはそのまま使えそうだったので、うん、この身幅というか、うん、身頃の幅を狭くして、うん、そのつけてるから肩の形はそのままをキュッとこうもうちょっと上の方に上げてですね、わかりますか、肩幅を狭くして、うん、袖をつけ直したらちょっと身頃の狭い洋服に作り直せるんじゃないかなって思いついちゃったんですね。なるほどね、それでもう縫ってある服ですから、うん、丁寧に丁寧に破かないように肩の袖をついてるところをほどいてですね。それほどけるんですか？ その前に。それね、すんごく丁寧につけてあったんで、でしょうね、こう腕周りを3周ぐらいミシンでかけてあったやつを一針丁寧にほどいてですね、うん、でその肩の形をちょっとこう紙に写して、うん、でもうちょっと身頃を狭くしてその肩の形をつけて、そこにもう一度その袖をつけてみたんです。わかりますか？イメージわかります？だいたいですけどね。そんな風にしてね、袖を付け替えて身頃を狭くしたんですね、うん、着た感じはすごく良かったんですよ。ところがですね、その服に袖を通してみると、うん、袖がすんごく短くなってたんですよ。要するに肩幅が狭くなった分、うん、袖口が上に上がってきちゃったっていうことなんですね。前に長いって手を出すと、ね、なんか袖がぐっとこう、うん、手首を超えて短くなっちゃう感じですか？そうね、前慣れする前から普通に立ってる状態でも袖がギュッと上に上がってきちゃってね、あ、これ着れないってことになっちゃって、すごくがっかりしたんです、うん、もったいないですね。そうなんです、もったいない。まあ、大きいままでもちょっと着れなかったので、うん、まあ、チャレンジだったんですけどね。学んだことがですね、全体を見渡してみるっていうことって大事なんだなと。なるほど。とにかく身頃を狭くすることしか私は考えてなかったんですよ、うん、なので袖が上に上がってくるなんて思いもしなかったんですね。でね、私思ったんです、この全体を見渡すっていうことが私すごく苦手だなと思いました。でね、まあシャツとかね、このお洋服なら、まあ、失敗しちゃった、これから気をつけようでいいんですけれども、そうです、ね、うん、私これからの人生の全体を見渡すことって大事だなってこの時改めて思ったんですよ。そうですね、もうね、この年になると人生折り返し地点に過ぎてますからね、うんうん、残りの人生をいかに充実して、うん、生きるかって、まあ、うん、さっきのオリーブの木の話じゃないんですけど、身を実らせたいわけですよ、うん、そうしたら全体を見渡して今何をするべきかっていうことをちょっとよく考えることって大事なんだなって思いました、うんうんうん、でですね、今年の抱負、私祈るっていうことだったんですけど、はい、思い立ったことをそのまますぐでやるっていうことはやっぱり危険なんだなと思いまして、うん、これ何かをしようと思った時には祈って、神様これやってみようと思うんです、どうですかってね、神様に聞いてみるのが一番いい全体の見渡し方だなと思うんですよ。です、ね、人間先後どうなるかっていうのは分かんないんですけども、うん、神様は先のことを全部知っていて、私のためにいい計画を用意してくれてるって聖書には書いてあるので、うん、まあ、神様に聞いて祈って人生を送っていく、全体を見ていく、これって大事だなって思いました、うん、これからの人生、神様に祈りつつ全体を見渡す人生にしたいなと思います。はい。